よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では中森明菜さんで少女よりです。ということでピンク色を取り入れてみました。桃の節句ということでなのでピンク、ピンクちょっと揃いじゃないけどね、ピンクでちょっと女の子らしい格好しよう、女の子らしい感じでね、ちょっと気抜いたらおっさんになるからね、うっすうっすということで次の曲なんですが、ちょっととある理由からすごくこの曲をリクエストされるというか、これ誰だっけな、ザルドさんだ、ザルドさんの曲を歌ってっていう声がすごく多くて、はい、歌わせていただきます。揺れる想いです。
いただくことが多くてね、ライブハウス久しぶりですよね。あ、そうですね。あのこのね、暗いのがどうも私目の悪い私がどうも苦手でもうね、もう多そうだよ。分かった分かった分かった。あ、ちょっと明るくなった。あとで、あ、やった、優しい、待って、優しい。次の曲なんですが、新曲を歌わせていただこうと思うんですが、まあ私たちのことなんで古い古い新曲なんですけどね、まあ、あの令和の曲でもやれたらかっこいいんでしょうけどね、言葉数が多くって歌えない、リズムが取れない、弾けない、弾けないもう難しいよね。夜遊びだとか、なんだっけ、もうそっからもほらほら出てこない、うんうん、ないないずっと真夜中だったとかそういうバンド名知ってます？今知ってるでしょ。あ、そう。はい、はい、ということで1978年リリースされました。私の生まれた年ですよ。あらやだ、78年。あらやだ、ボギアとそうなんですね、爆誕した年ですね、私が。
はい、歌わせていただきましょう、渡辺真知子さんの迷い道歌わせていただきます。業式で、ボタン、好きな人にボタンもらうっていうあれはまだあるのかな。あ、娘ちゃんが、いや、どうだ、そういう風習はないですね。え、リッキーさんもらって、私は全然疎くてね、アセリウムが過ぎたんで。今何か言った？青春が過ぎた。いや、何も言ってないですよ。私みたいに。何かちょっと問いかけてほしいですか？はい、じゃあ、ペコさんは、はい、ボタンなんかちゃんともらいました、うん、あ、ですね、はいはい、中学校の柔道部の藤岡先輩が先輩もらいました。出ました。とってもとっても人気者で、卒業式の日にはどうせ何にもないっていうのはもう分かりきってたので、私は半月前にもらいました。半月前、はい、あの受験とかめっちゃ忙しい時じゃないですかね。なんか、そんなのはまあ全部無視して、何、そう絶対にもらいたいと思ってね我のことだけかですか。すげえな。3年間身につけた
ボタンが欲しかったんですね。で、半月前にちゃんと先輩のとこ行ってゲットしましたが、あの卒業式の時に全部なかったです。ボタンがここもそれもなかったです。その中で私は3年間身につけ身につけた第2ボタンをゲットして、ね、多分ね卒業式だから絶対つけさせられるはずなんですよ。で第2ボタンをゲットしたと思った女子は、うん、あの思いそうだと思ってるけど私が実は本当の本物の第2ボタンをもらってるのよって思ってることですね。そういう優越感を、うん、それを未だに持ってます。こう捨てられなくてね、何回も引っ越しとかしたんですけど、なぜか先輩からもらったお手紙だとか、うん、なんかいろいろね、うん、ボタンとね、中学校の時の木の箱にこう彫刻刀で彫ってニス塗ってっていう木の箱にまだ持ってて、その中に入れてる、うん、ああやりましたね、その美術家庭科で、はい、彫りましたよ、はい、写真も持ってる、久しぶりに出しました。あの時あんなにかっこよかった藤岡先輩が、まあ30年もなんか40年も40年とか経ってみたら、クレヨンしんちゃんになってた、うんうん、そうことはクレヨンしんちゃんそっくり、うん、こんなはずじゃなかったのにな、このしんちゃんみたいな人が好きだったんだなと思って、はい、そんな過去がございます。それを思い出しながら歌いたいと思います。映像なの、わかりました。歌いたいと思います。柏原芳恵さんで春なのにです。卒業だけが理由でしょうか、会えなくなるねと右手を出して寂しくなるよ、それだけですか、向こうで友達呼んでますね、流れる季節たちを微笑みで送りたいけれど、春なのにお別れですか、春なのに涙がこぼれます、春なのに春なのにため息また一つ、卒業しても白い喫茶店今まで通りに会えますねと、君の話には何だったのと聞かれるまでは勇気でした、記念にくださいボタンを一つ、青い空に捨てます、春なのにお別れですか、春なのに涙がこぼれます、春なのに春なのにため息また一つ、記念にくださいボタンを一つ、青い空に捨てます、春なのにお別れですか、春なのに涙がこぼれます。
念にください。ボタン一つって半月前に、はい、トツしてるペコさんを思い浮かべながら弾きました。ちゃっかりね。もう次の曲で終わりなんですね。終わりなんですよ。なんと終わりなんですね。聞こえて嬉しいな。そんな方に朗報でございます。4月27日かな、土曜日、美観地区の中にあちスペース広場っていうのがありまして、ところがありまして、美観地区の結構橋の方かな、小豆島とかあるところらへんかな、そこにあちスペース広場っていうところがあって、そこでマルシェがございますね。そこでストロベリームをね、歌わせていただく予定になってます。はい、では、そうそう、だからフェイスブックのストロベリームのページで、告知だったりレポだったり、なんかこう放送して動画を配信してみたりね、最近してないね、してないね、いろいろな思いつこう、またね、急に思いつくからね、そうそう、準備不足でね、割とグダグダな動画が垂れ流しになったりとかしますね。ということで、それもちょっとチェックしてみてやってください。もうもう聞き上げてると思うんですが、いつもライブの最後に歌わせていただく曲で今日も終わりたいと思います。はい、河合奈子さんのスマイルフォーミーでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ございました。